ナンバに入る。さあ庄司からナンバ抜けてくれば面白い。ナンバシュート決めた。同点。いや面白いパスを入れましたね今ね。細かいパス交換から最後はナンバのゴール、同点に追いつきました FC 岐阜。これが岐阜らしい攻め方でしたよね。自分たちらしさを出してのゴールでした。ここで縦パスが入るんですよね、はい、そしてここでもう一度ねちょっとねバタバタとなったんですが、まあ